我が家は安土桃山時代天正三年西暦でいうと1575年より城花巻絵という小原家独自の漆による装飾技法を暗筆し一子相伝で継承しております。 今年は創業441年、代々、お原地右衛門の名を襲名しており、私が16代目です。本日は、その441年の、口伝で伝わる歴史から感じた私の思いをお話しいたします。皆さんの生まれ育った場所、環境、子どもの頃から現在、 普段大切にしていること、家族、友人と重ねて聞いていただけましたら幸いです。我が家には子供と大人の境界線がありません。ですから、私はいつ子供から大人になったのかわかりません。私は幼い頃から絵を描くことや物を作ることが大好きでした。 図工の課題で描いた絵が私にとっては未完成でしたこれで終わりではなく自分が描いた絵を立体にしたいでも授業はそこで終わりました先生これからじゃないですかと思いましたそんな私は現在自分が描いた絵を形にする仕事をしています ものづくりが好きだった私の姿を家族は嬉しそうに見てくれていましたが祖父にも父にもこの仕事を必ず告げと強制されたことは一度もありません漆は誇りを嫌う仕事です仕事場にさえ入れてもらえませんでしたこの道に進みたければ自分で歩いてこい 人生の答えを買おうとするな祖父父父の背中からここう聞こえてきました祖父は私にこう言いました。世界史、日本史の前に、上話を学びなさい。おはら家に生まれた人間として、これは知っておきなさい。生きていく上で大切なことが揃っている。この言葉には説得力がありました。 なぜなら祖父の話の中に出てくるものがごく身近に存在していたからです筆芸家である前に人間として何年城花に生まれ育った城花人として生きることを学びました10歳の頃には祖父の言葉を信じて生きていこうと決心しましたしかしおじいちゃんの言葉は 学校のテストには全く出ず <laughs> 私の小中高校時代の成績は本当にひどいものでした私は城花の歴史や文化に近いところで触れることができる環境で育ちましたそしてこの地で生きた多くの文化人たちの存在を知りました歴代の地声門もこの城花で筆芸だけではなく絵画彫刻和歌徘徊 医学、蘭学、天文学、歴史を測量など、さまざまなことを学び、友と研究に没頭したのです。文化が友情によって生まれ、文化が人と人とをつなげ、友情が生まれる。そこには、ものを大切にする精神、助け合う心、土地に対する信頼、感謝、 これれららののの熱い心に人人がが集ままり町人文化が築き上げられたただと感じました命の循環です地方と聞くとまるで中心から外れた場所のように聞こえますが江戸時代の城鼻人たちは自分たちの住む城鼻が中心だという意識で暮らしていたのだと思いますそして彼らは気づいていたのだと思います 漆の生命は何千年漆から見れば今日生まれてきた赤ちゃんも今100歳のおじいさんおばあさんも皆同世代だと同じ時代を生きる結束力が100年200年300年前の作品から伝わってくるのですそれは城花神明宮の春季大祭で巡行する引山や伊織屋台です 右衛門は,は漆器を作ることだけが仕事ではなく、上派な文化を築く中心の一人だったということに私は感動し、誇りに思いました。祖父は皇室の交わりという言葉を教えてくれました。皇はにかわ、は漆、どちらも固まると非常に硬い、そんな硬い絆で結ばれた 人間と人間の関係を表す言葉です七代小原千子右衛門と荒木和助七代目は曳山の衣装設計そして救出を手がけ多くの門弟を育てました和助も彫刻師だけではなく陶芸家で絵師でもありました彼もその曳山のご神像をはじめとする人形彫刻を担当しました この皇室の交わりによって作られた曳山やイオリ屋台に塗られているものも三河と漆なのです私はダ・ヴィンチやミケランジェロを知った時に外国にも地声門や和助のような人たちがいたんだと知りました七代目以降代々私も先人からこのバトンを預かり曳山の製作修理に携わっております年の 伝統背負いと言われ重くく恐ろしくないですかと聞かれることがありますが私は一度もそう思ったことはありませんもう一度言いますが小原家には子供と大人の境界線がないからですそして私は一人ではありません城端や曳山の修復を通して出会った親友たちがいます住んでいる距離以上に心と 心のの距離が近いのです何百人の方々の前で話をするよりも、一人で作業しているときの方が緊張します。城花や先祖に見られているからです。伝統の家系へ生まれ、反発はなかったのか、こう聞かれることもよくあります。ありました。しかしそれは、我が家に対してではなく、現代社会に対してのものでした。 物が大量に作られて平気で捨てられる使い捨てるものが世の中に溢れどんどん均一化されていく時代にそうじゃなかっただろう俺たちジョハナ人は現代人の不安というものは科学の発達から来るのではそうも考えましたそんなこと言ってたら生活にならないぞだってじゃあ生活って何だよそれが生きる活動なのか 我々のののがが大切ににししてきたた暮らしに侵略を感じたのでですすこれが中学生の頃です田舎を恥ずかしいと思うことが恥ずかしいだって自分たちを育ててくれた土地じゃないか語学が堪能でも本質を知り自分の足元を語らないと何もならない世界へ世界へといいますがパスポートを持って飛行機に乗れば誰でも行けます 上花も世界です。ローカルを極めることこそがグローバルであると。新行走の芯が抜けたものは全て間抜けであると。先祖の作品、下図道具からいろいろと聞こえてきます。伝統は筋を伝えること。その筋の根幹にある命の尊さを 親から子へ、子から孫へと伝えてきたのです。これは幸せが人それぞれであるように、皆さんが持っているものだと思います。私は自分が何のために命を授かり、生まれてきて、何をしなければならないのかが、はっきりしております。命を授かり、心を授かり、技を授かり、宝を預かっています。 そして16代目の新たな1ページを加え伝統を時代へつなげるという責務がありますこういう地声門の意識城鼻人の意識が城鼻巻絵、城鼻曳山祭りとして何百年も継承されてきているのですここで皆さんに一つお願いがあります皆さんも 自分が何のために命を授かり生まれてきて何をしなければならないのかがはっきりしていると思いますぜひその筋を伝えていってくださいそこには命の循環が生まれますおかげさまお互いさまの精神が美しいものを生み出していくのだと歴史が証明しています私たちの 心の中には祈りりがあります尊いものを尊いと感じたときに必然的に生まれる祈りですこの TEDX もいずれインターネットで見ることができるでしょう世界中のどこにいても布団の中に入っていてもしかし今日のこの会場の命はここにいる方々にしか伝わらないと思いますそして私が今ここに立っているのは当然 私だけの力ではなく、城花があり、歴代の地声門がいて、その時代、その時代に友がいて、縁の下で支えてくれる家族がいて、テレックス意味実行委員会の皆様、そして本日お集まりの皆様の支えがあり、今ここにこうやって立たせていただいております。私はこの命の尊さを世界の人たちと共有していきたい。 これは世界へ向けての発信であると同時に。近くにいる家族。そして、大切な、大切な我が子。孫へのメッセージです。これも。おはらけの口伝なのかもしれません。ありがとうございました。